下弦の月の満潮、これが一番やばい。彼らはね、そもそも交通事故が多発、過酷な行動になってるんですよ。生か死かのデスゲーム。どうも、アニマル兄貴です。今日はですね、クリスマス島固有のクリスマス赤ガニというカニがいるんですけど、このカニが繰り出すですね、ある行動がこの島の名物になってるんですね。実はこの行動によって島の中で交通事故が多発したり、とにかくやばいんですね。では謎に迫っていきたいと思います。この行動が何かなんですけど、ズバリクリスマス赤ガニたちの繁殖にまつわる行動なんですね。この行動に迫るために、簡単にクリスマス赤ガニたちがどんな生き物なのかに迫りたいと思います。このカニたちですね、フェラーリを思わせるようなこの赤い外観、なんかね、カニのイメージだとこう海にいるイメージあるんですけど、実はこの子たちは山の中に、森の中に住んでるんですね。驚くところっていうのが数なんですけど、この島だけでなんと数千万匹いるっていうのでね、かなりこの島のね、もうこうイメージキャラクターみたいな、そういうカニになってるんですね。まあね、ここまで聞いてもなんかいたって普通みたいなね、そういうカニのイメージあると思うんですけど、ただですね、雨季が始まる10月頃になると彼らはね、そわそわし始めるんです。このそわそわの理由っていうのが、あの行動につながるわけですね。ズバリ大移動なんですよ。詳しく言うと、山の上で暮らしているカニたちが一斉に海に駆け降りてくるっていう移動なんですよ。それだけでもね、数千万の大群がね、山から降りていくんでね、圧巻なんですけど、1年に一度だけね、あるタイミングをこう打ち合わせしたみたいにね、降りてくるんで、本当にすごい光景なんですよね。この行動は繁殖のための行動で、彼らっていうのは山じゃなくて海で繁殖をするために山から降りてくるっていうわけですね。ただこの移動がね、生か死かを選択するっていう感じでね、とても過酷な行動になってる。過酷なポイントっていうのが2つあるんですけど、その1つ目、膨大なエネルギーを使うっていうことなんですよ。皆さん、この移動どのぐらいの時間かかると思いますか？なんとですね、1週間かかるんですね。あんまりかかんなくない？みたいな思った方もいるかもしれないんですけど、実はこのカニたちは10分間動くのでもかなりエネルギーを使うっていう感じで、ね、このカニたちがね、1週間山から海まで動いていくっていうわけなんで、本当にすごいエネルギーを使うんですね。実際に2010年頃に、なんでそんなエネルギーを出せんのかっていうのが研究で発表されるぐらいね、すごい謎を秘めた行動だったりしたんですよ。ではね、2つ目過酷なポイント、個人的にね、これが一番やばいと思います。生か死かのデスゲームが待ってるんですね。いや、どういうことってなると思うんですけど、山から海に彼らこう移動するときに、最大でね、4つ道路を渡っていくんですよ。つまりね、車に轢かれるリスクっていうので、生か死かのデスゲームが彼らを待ち構えてるってわけなんですよ。実際ね、この時期めちゃくちゃ交通事故も起こっていたりして、カニたちはね、大量に道路を渡るんで、まあ、悲しいことなんですけど、道路の上にカニたちのやっぱり死骸がね、大量にこう散乱してしまうんですよ。カニたちの硬い甲羅がタイヤを傷つけて交通事故を起こるって言われるんですよ。こうやってね、何度ものデスゲームを乗り越えてきた選ばれしカニたちっていうのが、やっと山から海にたどり着くと、そういうことなんですね。実はね、先にたどり着くのがっていう風に言われてるんですよね。それはなぜなのか、ズバリ繁殖のためなんです。オスたちは後からやってくる未来のお嫁さんのために交尾をするための巣穴っていうのを先に掘っておくんですね。まあなんかこうベッドメイキングみたいなね、そういう感じですよね。まあね、その時にね、せっかく作った巣穴を他のオスたちに取られないように、こうやってね、必死にガードするわけです。未来のお嫁さんのためだからって言ってね。で、とにかくメスたちをそこで待ち続けると。でね、選ばれしメスたちが後でやってくるわけです。そして晴れて巣穴の中でそのメスと交尾をして、交尾をしちゃうとね、オスたちは先に森の中に帰っていっちゃうんですよ。なので取り残されたメスたちっていうのは、夫が作ってくれた巣穴の中で2週間ぐらい卵をお腹に抱えて待つんです。でね、あるタイミングを待ちわびてずっと巣穴で待つっていうのが分かってるんですよ。不思議なことに、浜辺にいる全てのメスたちがこのタイミングするんですね。それは下弦の月の満潮なんですよ。皆さん、なぜこのタイミングを待ってるかって何か分かりますかね。このタイミングになるとメスたちは一斉に巣穴から出て海に卵を
解き放つんですね。つまりそのために満潮の時を待っていたから、影の月の満潮の時にメスたちは一斉に巣穴から出たっていうわけなんですよ。でね、解き放たれた卵たちっていうのは海水を浴びるとその瞬間に孵化して、海に漂いながら何度か脱皮をするとメガロパ幼生っていうね、エビの幼生みたいな状態を経て、もう一度島の海岸にね漂着して、そこでカニの赤ちゃんに進化して、またお父さんやお母さんがいる森の中に必死に戻っていくっていう感じなんですよ。いやーね、山から海へ、海から山へっていう感じでね、こう命が受け継がれていくっていうね、なんか神秘的ですよね。最後にね、ほっこりエピソードがあるんですけど、皆さんね、こんな大量のね、数千万の大群が道路でね、たくさん引かれてしまうっていうのを聞いて、ちょっとなんかやってあげれないかなとか思った方いると思うんですよ。実はね、村の人たちも同じことを思ったんですね。カニの交通量が多いところに、まあ、こんな風にね、カニ専用の歩道橋を作ってみたりとか、道路を渡るのを防ぐような柵を作って、柵の先に地下道みたいなものをね作って、カニたちがね道路を渡らずに済むような工夫っていうのもやってるんですね。いやね、せっかくならね、島の人たちもそうだし、カニにもハッピーな環境というのがやっぱベストですよね。はい、今日はねちょっとねマニアックすぎる生態だったかもしれないんですけど、こんな感じでね、いろんな生態皆さんに届けたいと思っておりますので、またぜひ僕の動画見ていただければと思います。ではね、動物と人を近づけるアニマル兄貴でした。バイバイ。